こんにちは。薬剤師のゆうです。今回は、花粉、ハウスダストなどによる、鼻水、鼻づまり、くしゃみに効果のある、アレルギー専用鼻炎薬、アレグラ FX について解説していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速本題に入ります。アレグラ FX の特徴から見ていきます。1日2回で24時間効果が持続する、 眠くなりにくいので運転も可能、集中力が低下しにくい、口が乾きにくい、空腹時も飲めるといった特徴があります。次に、アイグライフェックスの有効成分について見ていきます。有効成分は、ペキソフェナジン塩酸塩で、これは、第二世代抗ヒースタミン薬で、アレルギーの原因物質の作用を抑える効果を持つ医薬品です。 抗ヒスタミン薬には、第一世代と第二世代に分けられ、それぞれ性質が異なります。それでは、第一世代抗ヒスタミン薬と第二世代抗ヒスタミン薬について、簡単に違いを見ていきます。まず、眠気や口の渇きに関しては、第一世代の方が出やすく、第二世代は出にくいです。価格は、第一世代の方が安く、 第2世代の方が高い傾向があります。速攻性に関しては、第1世代が早く効果が出やすいのに対し、第2世代は速攻性に欠けるといった特徴があります。症状の予防効果については、第1世代は予防効果がないに対して、第2世代の抗ヒスタミン薬は予防効果があるので、事前に服用することで、 効果が得られやすいといった特徴があります。アレグライフ X の注意点について説明していきます。予防効果があり、速攻性におかけるため、花粉症などの症状が出る前か、出始めたらすぐ服用した方が良い。生産剤や一部の抗生物質を同時に飲むと効果が落ちることがある。眠くなくても脳の活動が気づかないうちに鈍くなっていることがある。 それでは、今回の動画のまとめです。1日2回で24時間効果が持続する。眠気や口の渇きなどの副作用が出にくい。症状が出る前か出始めたらすぐ服用した方が良い。眠い汗が悪い薬がある。眠くならなくても脳の活動が気づかないうちに鈍くなっていることがある。ご視聴ありがとうございました。 今回の動画が良かったと思われた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、失礼します。